気分症がね、病気で出てきてるのか、自然に出てきたものなのか、見分けることができるんですよね。大きく剥がれちゃった場合は、手術が必要になっちゃうんですよ。最近そういった治療やったんですか？毎週やってますよ。毎週。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも、梶原です。タガミンです。よろしくお願いします。タグミ飛蚊症あったよね。ありますよ、うん、前に瞳開いて、はい、よく見ましたよね、眼底をね。あ、見てもらいました、うん、瞳を開く検査薬っていう目薬をするんですよね、はい、そうすると一時的に数時間瞳が大きくなって、うん、目の奥はよく見えるんですよ。でも患者さんにしてみればね、たくさん光が入ってくるから眩しいんですけど、強い光当ててみるんでね、すごく眩しいんですけどね、まあ、そのね、詳しい眼底検査をやることで、飛蚊症がね、病気で出てきてるのか、自然に出てきたものなのか、見分けることができるんですよね。飛蚊症ってね、まあ、いろんな原因があるんですよね、はい、どういう原因で飛蚊症になる、なりますよっていうのをね、まあ、他の動画で説明してますけど、急を要するものの中でね、網膜剥離に関連したものと眼底出血とね、ブドウ膜炎っていうのが非常にやっぱり多いんですよ。どれもね、早く対処した方がいいんですけど、まあ1日にね、多いとね、複数の患者さんがね、見つかることもあったりするんですよね。そうなんですか？そうなんですよ。網膜ね、復習しますよ。はい、目の中にね、光が入ってくるときにこっちから入ってきますけど、この角膜水晶体っていうレンズを通ってね、網膜ってこの一番内側の薄い神経でできた膜ですね。でここに光が当たって、その光を電気の信号に変えて、この視神経っていうところを通してね、脳へ情報を送ってるわけですね。この網膜なんですけど、非常に薄いんですよ。1ミリないです、厚みがね。そんな薄いんですか？うん、もう 0.3 ミリ4ミリとかね、そんな薄いんですよ。硝子体って年齢とともにだんだんしぼんでくるんですね、はい、ところどころこう網膜にひっついたままね、中で動いちゃうことがあるわけです、うん、こう目が動くたびに、そうすると中で行ったり来たり行ったり来たりするわけですね、はい、その硝子体の中にちょっとでも濁りがあると、虫やゴミが飛んで見えるような飛蚊症になるんですね。くっついてるところ、そこにね、たまたま強い力が働いちゃった、ビリってね、破けちゃうことなんですよ。そうなんですか、ね、その網膜が破けるとですね、はい、この中にはたくさん水が入ってるから、その水がですね、その網膜の下へ潜り込んでいっちゃうことがあるわけですね。そうするとだん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 壁紙が剥がれるようにね、この網膜が剥がれてきちゃうことがあるわけです、はい、端っこの方が破けたり、あるいは剥がれてても気づかないことは結構あるんですけど、ここの黄斑部がね、剥がれてきたり、そうすると途端に見えなくなっちゃうし、その網膜剥離がだんだんこう近づいてくると、なんか見えないとこあるぞっていうのが気がついたりするわけなんですよね。その大きく剥がれちゃった場合は、剥がれた網膜をくっつけ直すっていうね、これも手術が必要になっちゃうんですよ。あ、手術ですか。そう、目を切らなきゃならないから大変なんですよね、はい、外側から手術する場合と内側から手術する場合と、まあ、2通りあるし、両方やんなきゃならない場合もあるんですけど、まあ、入院が必要だったりね、安静が必要だったり、会社休まなきゃならないし、手術して患者に元に戻るかっていう保証もないわけだから、まあ、とにかくね、網膜剥離っていうのは起こらないのが一番いいんですけど、はい、起こっちゃった場合とかね、破けてこれからその進んでいくとかっていう場合に、早めに見つけてね、早めに治療をして、手術じゃない治療でね、簡単に終わらせるってことがとても大事なんですよね。そうすれば日常生活制限されませんからね、うん、はい、手術じゃない治療ってあるんですか？まあ、目を切らなくて済むっていう意味ではね、ただレーザーっていう強い光を当てるだけで終わっちゃうんですよね。それで終わるんですか？だからね、まあ、その破けたとするとね、はい、そこの周りに強い光を当てるわけですね。特定の波長の光を当てると熱が発生してね、網膜と外側の膜の間にね、まあ、癒着っていうのがだんだんできてくるんです、打った瞬間は、まあ、ただ白くなるだけで癒着できないですけどね、時間が経ってくるとだんだんくっついてくるんですよ、はい、網膜がうんと強い力で引っ張られてなければ、癒着が完成してくるとね、そこもピタッとくっついちゃうんで、網膜がそれ以上剥がれませんっていうことになるんですね。まあ、穴は完全に塞げないんですけど、この大事な黄斑部っていうところ、他のところはちゃんと守れるから、まあ、それで済んじゃうってことなんですよね。もうそれでね、手術も何もすることないわけですね。じゃあ早期発見が大事ですね。そうですよね。
でね、実際ちょっとね、つい最近の患者さんですけど、その飛蚊症が出たっていうことだったんですよ。網膜の表面には血管が走ってますから、その血管も一緒に傷ついて出血することがあるわけですね。その出血が目の中を舞うことで飛蚊症にもなるわけなんですよ、うん、ある時急に飛蚊症が増えたとか、うん、大きなその飛蚊症が出てきたりとかね、そういうことが起こるわけですね。出血した場合ね、さて飛蚊症が増えたっていうことで気づくわけですけど、その出血っていうのはね、だんだん薄くなってっちゃうんです。そうするとね、あ、大したことなかったんだって言ってね、あ、病気じゃなかったんだと思ってね、そのままほったらかしになることが結構あるんですよ。そういった意味では薄くなっていくやつっていうのはね、はい、かえって危ないですよね、うんうん、出血の可能性があるし、網膜がね、破けてることも結構あるわけです。だからそういうのをね、見つけてレーザーで治療してね、そこのところで止まっちゃうと手術も何もしなくていいですよってことになるわけですね。はい、私の場合はあれですね、飛蚊症があるので、うん、今魚飼ってる感じなんですけど、ね、そうね、それがなんか海藻みたく大きいのが出てきちゃったら疑った方がいいよってことですね、うんうん、そうですね。で、それが薄くなった時もね、眼科で相談した方がいいかと思いますよね、うん。治療方法とかをいろいろ聞いたんですけど、うん、先生最近そういった治療をやったんですか？もうね、毎週やってますよ。毎週やってます。毎週やってます。網膜剥離関連のレーザーと、うん、緑内障のね、眼圧下げたりする、あるいは急性緑内障を予防するためのレーザーって、もう毎週やってますね。そんなに多いんですね。多いです、多いです、うん。ここにある写真ですけどね、これわかります、うん、穴が開いてです、ここ。あ、本当だ。ね、三日月型にこう穴が開いてですね、はい。で、大抵ね、ビリって破けるから、馬蹄形ってよく言うんですけどね、馬の蹄の下のとこね、馬蹄ってあるでしょ。そういう形の破け方をするんですね。で、そういう場合は、全体を囲うようにレーザーを打つわけですね。これがレーザーを打った時の写真ですけど、はい、うん、周りが白くなったでしょ。そうですね、綺麗になってます、うん、で、これはね、まあ、やった直後に撮った写真なんですけど、レーザーをした時はね、すぐそこがね、白くなるんですよ。防波堤みたいなのができるんですよ、はい、うん、そこからその網膜剥離が広がろうとしてもそこで止まるから、うん、病気が広がらなくて済むってことですよね。いや、早期発見して早めにレーザーが打てて、うん、そしたら失明もないだろうし、うん、病院が通いもなくなるってなったら、うん、違和感っていうのがすごい大事なんですね、うん、そうですね、まあ、そのね、変なものが見えるとかね、まあ、そういうところを大事にしてもらって検査してもらうっていうのが一番いいですよね。まあ、とにかくね、目ってね、やっぱり一回切られるとですね、異物感が残ったりいろいろするし、網膜剥離もね、昔と違ってすごく治りはいいんですけど、物が歪んで見えるとかね、なんか視力が元通りにならないとか、まあ、そういうことが結構あるからね、真ん中が剥がれないうちに治療して、どうしてもレーザーでは間に合いませんっていう場合、手術になるんですけどね、まあ、その場合もね、真ん中が剥がれる前に手術を受けた方がいいわけですよね、元に戻りやすいからね。だからそういうことでね、ちょっとそういう飛蚊症とかが特にあった場合とか、一度もそういう検査したことがないっていう場合はね、何かのついでにね、見てもらうようにしてもらうと、早く病気が見つかって早く治療ができるってことがありますね、はい。まあ、そういったね、いろんなことを LINE でも情報を流すことがあるので、 LINE の方もお友達になって、くれるといいと思うんですよね。カジュアルアイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や視能訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか？私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。どうですかね、皆さんの役に立ったでしょうか？役に立ったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いいたします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあ、またね。